は病院の薬剤師になりたいです。テストの前は正直とてもきついですが、そのおかげで友達との絆も深まったと思うので、毎日充実した楽しい生活を送れていると思います。4年生の後半から研究室に配属され、今研究室のみんなで国家試験に向けて勉強を必死に頑張っているんですが、本当にその研究室のみんなは本当に家族のような存在で、みんなと過ごしている時間は本当に大切で楽しい時間です。本当に仲間に恵まれたと思います。私もこの研修旅行で6年間ずっと仲良しの友達を見つけることができました。またこれからの学校生活についてのアドバイスを先輩や先生から聞くことができたので、医師や看護師さんとのカンファレンスに参加している薬剤師の先生方の姿を見て、薬飲んだらなんで頭の痛いのか治るんだろうとかっていうのを結構ちょっと興味が湧いて薬学部を選びました。製薬企業とかに行って薬を開発する仕事だったり、公務員とかにもなれますね。保健所の薬剤師とかも、麻薬取締官とかもなれたりします。で、先生がやっぱ熱心なので質問しに行くとしっかり細かく教えてくれて、分かるまで付き合ってくれますね。愛知学院大学薬学部の先輩方はみんな優しいです。愛知学院大学。